奈良山佐渡は江戸時代後期の森岡藩があろう。主席があろうとして犯罪制の立て直しをはじめ制度改革を行う。母親戦争においては藩を奥越列藩同盟に同盟させた主導者となり、秋田戦争において指導的な立場にあったが、戦後は敗戦の攻めを追って森岡で残首刑に処された。奈良山氏は石亀氏の支流で、 森岡藩主家南部氏の一門として、家老職を務める家柄であった。代々、江差市八戸市、葛西市とも遠籍関係にある。南部家高知州として、代々森岡城内丸に屋敷を構えた。現在の岩手県庁敷地には、かつて、奈良山家の屋敷があった。天保2年5月、奈良山隆敷の子として誕生。藩主、南部敏久の母。 列子がおばにあたり、藩主の親戚筋として、早くから森岡城に上がった。佐渡は22歳で過労になるが、嘉永6年、総勢3万5千人とも言われる、江戸時代最大規模の一揆である三平一揆が起きる。佐渡は当時隠居として、藩政の実権を握る、南部リ積みに還元したため一度罷免されるが、江戸幕府老中の安倍正宏の計らいで再建し、最終的には、 仙台藩とうまく交渉して一家を取りまとめることに成功する。佐渡は仙台藩に幕府への届け出を猶予してもらうよう願い出る死者を発し、日本史に残る農民運動となった一家も終止符を打ち、佐渡は森岡藩の危機を救った。ただ、このために佐渡は仙台藩に狩りができたと見る人もいる。一方で一家側の要求の一つであった仙台藩主。 南部リギの復帰及び帰国を尻けたので、リズミの区靴として建てられた藩主の南部都市久もまた、佐渡に借りができることになった。一期騒動後に、主席画廊として、犯罪制の立て直し始め制度改革を行うが、恩憲派であり、人員削減などの急激な改革を行う、改革急進派の画廊、東製図と対立した。その急進的な施策により、製図は、 最終的には失脚した。慶応四年、京都御所警備のために、賭場、伏見の戦いが終わった直後の京都に赴任する。京都滞在中、西郷隆盛や岩倉智美、桂小五郎ら新政府側の人々と接触する。西郷隆盛を訪ねた時、西郷は部屋の中で数名の薩摩藩士とあぐらをかき牛肉の鍋を囲んで暖炉風発していた。 奈良山佐渡が彼とどのような会話をしたかは定かでないが、佐渡は無然として全く呆れ果てたものだ。武士の作法文字に落ちた。しかし考えてみると、あの輩らはもともと格式のある武士ではないのだからやむを得ぬかもしれぬが、あれで天下の政治を取れるものであろうかと同行者に漏らしたという。また、薩長の人間が、祇園、島原の花街を我が物顔に横行し、 人も投げな振る舞いが多かったことも、佐藤を憤る舞い、短索させた。両手は眠る美人の膝、冷めては握る天下の剣などと、途方もないことを彼らが抜かして、大得意であったこと、口では火の打ちどころがない勤労論を唱えておきながら、やっていることは手もつけられぬ、不行状を見るにつけ、佐藤は口と腹とは違いもせぬか、海よく天下を取ったところで、 また幕末の失態を再演するようなことはあるまいか、という印象を受けたという。また、岩倉智美と秘密裏に面会し、朝廷は薩長による新政府支配を必ずしも、これとしていない。むしろ、これは、将来の過言となるとさえ思っている。しかし、朝廷は武力を持たない。今ここで彼らと戦えるのは、王宇諸藩しかない。王宇が結束して、 彼らと一線を交えるならば、日和美的態度をとっている各藩もこれとこうして、戦うようになるであろうというような、岩倉のことを信じ、佐渡は新政府に対抗する意思を固めたという。これにことを唱えたのが、御用人の目時高行新と、目付役の中島玄造だった。彼らは何度か、佐渡と膝を交えて、討論をしたが、ついにその意見が入れられないと悟ると、目時は、 長州判定を走った。その4日後、中島は腹をかっきり、造夫を壁に投げつけて、佐渡を呼べ、黒白消したいと隣室の4個に訴えた。佐渡が直ちに中島の元に駆け寄ると、中島は広告に忠誠を尽くしてほしい、私の言うことを聞いてくれなければ、死んでも死にきれないと、途切れ途切れに訴えた。佐渡は涙を流し、王子に尽くす気持ちは私も同じだ。 安らかに眠ってくれというと、中島は無言でうなずきこと切れた。半殺長の佐渡の決心は変わらなかったが、中島の死を心から痛んだ。中島君は立派な武士である。私とは意見をことにしたが、国を思う心は全く決して私に劣るものではない。私は彼を永遠の友としたいと手厚く葬った。目時のことは一度も口に出さなかったが、 佐渡は、東京優秀の際や、処刑前、何度も、中島のことを思った。私が至らぬばかりにあのような死に方をさせてと、目頭を押さえていた。法を恩じで処刑を待つ佐渡が病気で生死の境を、さまよい、何とか、峠を越した時も、このまま死んだら、中島現蔵へ、申し訳が立たなかったと語ったという。佐渡は6月、回廊帰国の都につき、仙台に上陸する。 大部分の随行者は、そのまま森岡に直行させ自らは、仙台藩家老の忠だとさと会見した。大武同盟の一角すでに崩れたが、我々は、一連拓章、と、互いの決意を確かめ合って帰とについたと伝えられている。もともと、森岡藩と仙台藩は、仲が良いわけではなく、この行為を、佐渡の三平一揆での借りを返す行為だとみなす者もいる。 森岡藩内部でも勤労思想が強いものが多かった。藩の代表上で、党の南部下は強行に新政府側につくことを主張した。また、八戸南部下も勤労思想が強く、密かに久保田藩と通じており、両藩とも戦闘に参加していない。また、近親中の東製図は、大憂藩同盟に最も強く反対をした。佐渡は帰国後、 これら藩内の反対派を抑え、反論を大売パン同盟への参加継続で一致させた。大売パン同盟から離脱し、新政府側についた久保田藩を攻めた秋田戦争では、佐渡は勇ましく森岡藩兵の葬式を取った。大館城を落城させ、久保田城を目指した佐渡だが、洋上の君町坂で最新のアームストロング砲で武装し、 西洋式の訓練を受けた佐賀藩兵らの到着により、状況は一変する。藩、境まで押し返され、そこで、膠着状態になるが、次々に、大レパン同盟の同盟藩が離脱する状況に、ついに、森岡藩も降伏を選択した。撤退の際に、南部兵は、久保田藩の各地の集落を焼き討ちにしている。このため、これらの地区では、 森岡藩や佐渡に対する恨みが明治後期まで残っていたと言われる。戦後は敗戦の攻めを追い、明治2年6月23日、森岡、法恩寺において、羽首された。解釈は、佐渡の教えを受けた、都大新流海電車、江釣子元吉が執行したという。去年39。時世は、花は咲く柳はもいる春の夜に映らぬものは、武士の道。 奥植津列藩同盟を組んだ各藩は攻めを問われ、藩主に代わり、仙台藩家老の田崎とさ、藍津藩家老の茅野の長治も、同様に、羽首された。奥植津列藩同盟という仙台藩中心の組織を早期に見切り、途中から官軍に参加した、久保田藩、津軽藩が、論功交渉を受ける一方で、 森岡藩は白石への原点法を課せられるなど、後世にわたって長く苦難の道を歩んだ。なお、奈良山家は、佐渡が母親戦争により切腹するまで、宮古市河合の奈良山が老役、沢田長座へ文卓にて謹慎し、佐渡切腹後も河合に居住していた。明治22年、政府から加盟最高の恩転を賜り、森岡へ戻り、これにより、南部化によって、 桜山社内にて大祭が行われた。大正6年9月8日、森岡法恩寺において、母親戦争殉難者50年祭が開かれた。佐渡と同様に、森岡藩家老の家に生まれた、声優会総裁、原隆史は、祭主として列席し、母親戦役は、政権の移動のみとした祭文を読み上げ、森岡藩とそれに関わる、俗軍、 朝敵の汚名に大使講義の意を示した。ありがとうございます。